私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。妊娠スクープストップ、何かあったらどうする、辛辣なコメントが相次いだ。佐々木のぞみの妊娠説は誤報だった。その後、佐々木が正式に妊娠を発表したのは18年2月。この時点で妊娠3ヶ月という報道もあり、そうなると自身の記事が出た17年11月の時点でお腹の膨らみがわかるほどだったとは考えにくい。そのため当時、業界関係者の間では最初の妊娠説はやはり誤報だったのではないかと囁かれた。しかし、かつてマスコミ業界では、たとえ妊娠スクープが誤報だったとしても、ネガティブな話題ではない、という理由から、そこまで問題視されていなかった、そうだ。それから数年経ち、現在では業界内でも妊娠の話題はかなり慎重に扱うようになっています。誤報は誤発と、たとえ妊娠が事実でも、スクープによって世間を騒がせることで、母体に悪影響などがあったら大変ですから、よほどのことがない限りは報道はしない。タレント本人が事務所を通じて公式発表するのを待ってから報道するのが主流になりまし。ただ、今回は嵐メンバーに関する話題とあってニュース性が高いと判断され、またジャニーズが認めたということで、記事化されたものとみられる。ネット上では祝福の声が上がる一方、やはり妊娠スクープやめて何かあったらどうするの?といった苦言が散見されています。と、女性自身の報道を受け、テレビやスポーツ紙でも相場の妻の妊娠が伝えられ、新たな第一歩となりますが、これまで通り皆様に応援していただけるよう精進していきたいという相場本人のコメントも発表された。母子ともに健康なお産となることを心から祈りたい。居合わせた旅行客の奥さんの大きなお腹が目につきました。妊娠しているのではといった証言が掲載され、自身サイドがジャニーズに問い合わせたところ妊娠は事実ですとの回答があったと伝えています。嵐では二宮和也に次いでパパになる相場、守るべき存在が増え、仕事でもますますの活躍が期待できるのではないでしょうか。テレビ局関係者。ただ、本人や事務所からの発表より先に、マスコミが妊娠について報じると、ネット上では必ずと言っていいほど炎上に発展する。例えば過去に堀北真希2017年2月に芸能界を引退の妊娠報道がネット上で物議を醸しました。堀北は女優として活躍していた15年8月、俳優山本浩二と電撃結婚。そして16年6月発売の自身が堀北の妊娠をスクープしたのですが、当時はまだ妊娠初期だった上に、記事も最近妊娠したそうだ、といった関係者による伝聞調となっていたことから、ネット上にはデリケートな話なのに、などと苦言が寄せられました。どう?結局、同報道を受けて、堀北が当時所属していたスイートパワーは正式に妊娠を認めた。しかし、妊娠初期で大事な時期なので、温かく見守ってください、というコメントも添えられていたため、ネット上では、妊娠をスクープする必要なんてない、母体に負担をかけるな、などと批判が相次いだ。また17年4月にアンジャッシュ渡辺伊達と結婚した女優の佐々木希をめぐっても、同年11月発売の自身がワンピース姿でお腹が膨らんだように見える彼女の写真を掲載し、米国出産の計画があるなどと伝えたことを機に妊娠説が広がりました。ネットユーザーの間では、やはりマスコミ側に対して配慮がなさすぎると指摘されていましたが、佐々木は自ら妊娠説を即否定したんです。どう?相場は昨年9月28日、公式ファンクラブサイトで結婚を発表。メンバーの桜井翔も同時に結婚を公表したことも、業界内外で大きな話題となった。今回の自身によれば、相場は7月上旬の休暇中に夫婦でハワイを訪れていたそうだが、8月2日発売の女性自身により、嵐相葉雅紀の妻が妊娠していることが分かった。同誌の取材に対し、ジャニーズ事務所も事実
と認めているが、昨今、マスコミのスクープから女性タレントや芸能人の妻の妊娠が発覚するケースは少なくなってきているため、ネット上では同氏に苦言が漏れているようだ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。